はい、どうもです。ガーラ274円プラスの3円、一時ね今日288円まで上がったんですよね。そこから比べると14円も下がってます。この上がり下がりが激しいですよね。そういう意味だとデイトレになる対象株銘柄なんですけども、やっぱり素人は手出すと危険だと思います。で今私、マイナス33,000円、なんで28円で売らなかったのっていうのもあるんですけどね、やっぱりそれ反省ですよね。まあ売ってればよかったっていうことなんだけど、今ちょっともう開き直っちゃってるっていうかね。でシニアになってね、60過ぎて会社辞めました、退職金がこんなに入りました。でじゃあなんか株でやって大儲けして暮らしたいなみたいなね、そういう人もいると思うんですけども、素人が株に出したら危険です。全部なくなっちゃいます。老後の資金がゼロになっちゃうんで、株をやるんだったらどうだろう、1000万あったら200万程度ですかね。で残りの800万は貯金とか、妻に預けるとか、なんかそうしてた方がいいと思います。その200万だけでやって、もうそこに資金をつぎ込まない。それでさらにあれだったら、どうだろう、20万ぐらいかな。1000万あって20万ってそれ儲かりっこないなっていう人もいるかもしれないんだけど、20万で売買のコツを覚えるってことですね。店舗型の証券会社ってもいろいろあるんだけども、ネットだと50万までは、手数料かかりませんと。だから1円上がっただけでもプラスになるっていう、そういう捉え方ができるんです。それでその場でその場数をね、場数っていうのかな、何回も理解してその経験を積んでいくっていうことが一番大切なんですよね。かといって大儲けしたいと思ってさらにそこに100万足す200万足す、それ危険です。絶対やめてください。一つのね、年取ったらね趣味程度でいいと思うんですよ、この株の売買っていうのは。こう株価を見て楽しむ頭の体操ですよね。ボケ防止にもなると思うので、大金つぎ込んでね、資金溶かしちゃったら、明日からどうするの？60、まあそれがもう60になって60、まあ現在私66なんだけど、じゃあ働けっつったら今なかなか仕事ないですからね。そういう意味だとやっぱり、ある資金を有効に使うってことも必要だけれども、大切に使うってことですよね。20代とか30代の年齢じゃないんですから、彼らにはやっぱり未来がまだいっぱい長いですからね。60過ぎたらこの先いつ死んでもおかしくないみたいな気持ちでいないと、そういう意味だとね、細々と暮らしていくことが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。で私このなんだ海沿いの別荘を買ってのんびり暮らしてるんですけども、まあ中古で買ったんですけどね、当時いくらだろう、400万450万ぐらいだったかな。そんなに大きくないですけどね。よくこのシニアになって田舎の物件買って暮らすって、で田舎でいろいろ問題があるっていうことを挙げてる YouTube の方いますよね。で別荘がいいのか、あとはその分譲地に建ってる、要するに中古のね物件買った方がいいかって、どっちを選ぶみたいなこともあるんですけども、まあいろいろそれはあると思うんですよ。人間付き合いが好きならばそういう中古の品っていうか、中古物件でいいと思うんだけども、でもある程度人付き合い嫌だとか、あんまり関わりたくないとかって、あとはそのほら清掃作業とかって結構あるんですよね、そこの地区に入ると。で何月何日清掃作業がありますから、それ必ず出ないと基本的に行けないんですけど、出ない場合はお金を納めるとかね、なんかそういういいろいろな決め事があります。で別荘は何がいいかっていう、まあ個人的に私今別荘買って暮らしてるんですけども、別荘がなぜいいのかっていうと、その町内とかそういう関わりが一切ないんですよ。
で今定住する方が多いかもしれないんだけど、現在今ここ40ぐらいの別荘物件があって、住んでるのは私だけです。ですから夏休みとか春休みとかに来て使われる方が多いですね。まあ冬は雪が多いのでここへ来るのは無理です。はい、ということで今ちょっといろんなことを話してみました。